はい、こんにちは。ここではですね、角柱や円柱とは種類と名前ということで、この次の立体の名称を答えよう、こんなやつですね。角柱とか円柱ってやつです、ね、この平面で分かりにくければこんなやつですね。これとか1番はこれですね。これとか3番はこれですね。これとかのこれ名前、そしてこの角柱とか円柱の問題を攻略するにあたってね、大切な、まあ、知識とかがあるんでね、その辺について確認していきます。で、今回のこの授業動画は、この授業動画サイトスタディドクターのですね、いろいろな立体には角柱と円柱、ここの記事を補足する動画なんでね、ぜひぜひここのページと一緒にご覧になっていただければ理解が深まるかと思います。では早速いきましょう。この角柱や円柱とはっていうところですが、この底面と同じ形が積み重なってできた立体、これを柱、柱っていうんですね。で、尖ってたら角柱やし、丸かったら円柱やしと。どういうことかっていうと、これ僕らが今まで勉強した直方体について見ていきましょうか。よいしょ。これについては小学校で勉強しましたね、直方体。直方体っていうのはですね、この底の面を見たら、ここが長方形になっていると。そんな長方形がこうね、積み重なってできたもんなんですね。例えば、よいしょ。これ長方形と。これが、ね、こうズン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 って積み上がればちょっと見にくいですかね。横から見たとしたら、このね、ここが底やとしたら、これがズン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 って上に積み上がっていけば、これは直方体が出来上がるじゃないかと。こういう見方が中学数学のね、空間図形では大切やったんですね。直方体って、この四角形がズン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 と上に積み上がっていってるんで、実はこれ、四角柱でもあるんです。今回僕らが勉強するこのなんちゃら角柱とかの名前なんですが、これは底面の形、底の面の形で名前が決まるんですね。だから四角形が積み重ねていったら、これは当然四角柱って言うんです。で、その四角柱の中でも特にこの底面、底の面がですね、長方形になっているもの。それが直方体なんですね。長方形、底面の形がこれ綺麗な長方形になっていると。こういう形で、これが直方体なんですね。じゃあ、直方体じゃない四角柱ってどんなやねんっていうと、底面の形が四角形やけど、決して長方形とかそういうのじゃない。例えばこういうやつですね。これで言うと、角が1、2、3、4ってあるから、これ四角形ですが、これは長方形とかじゃないですね。これもズン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 って積み上がれば、四角形が積み上がっていっているので、四角柱になるよと。ね、この直方体と四角柱の違いを押さえておいてください。底面の形が長方形なら直方体だよと、っていうことですね。このルールに従えばあとは簡単なんです。じゃあこの底面の形が 1,2,3,4,5、 角が5個ある五角形やったら、それが積み重ねていったものはこれは五角柱っていうんですね。底面が円ならこれは円が積み重ねていったんで円柱っていうんですね。こういうふうに底面の形で名前が決まるんだよと。これがとても大切なところですし、逆にここさえ押さえれば今回はもう終わりみたいなもんですね。ただまあ大切な点として、この何気なく当たり前のように使っている底面とかね、もしくは他の側面とか高さとか、そういう重要なワードがあるんですが、それが一体どういう意味なんかっていうのも押さえておくことはここではとても大切です。このじゃあ三角柱を使いましょうか。この三角柱ですね。これ三角形、底面の形が三角形なんですね。ここの、この三角形のこの底面、上と下ですね。ここのこと。ここを底面って言います。OK ですか？わかりますよね。ここが底面です。上も下も底面です。ね、上も下も底面です。こことここが底面です。OK ですか？こことここが底面です。じゃあ次、側面ってどこやねんって言うと、側面って横のことなんです。この三角柱で言うと、ね、この、こことここが底面だったですよね。ここなんです。ここが側面。この横の面が側面なんですね。これが側面になると。この図で言うならば、ここのこのグリーンっていうこの周りの面ですね。このグリーンっていう周りの面。グリーンっていう周りの面ですね。これが側面なんですね。わかりますよね。こう、こんな感じです。円錐で言うと、円柱で言うと、この丸のとこが底面で、この横のこれが側面なんですね。OK でしょうか。高さっていうのはどこかっていうと、高さはここのことですね。このどんだけ積み上げていくかのここの部分、これが高さです、ね、直方体、ここが底面なら、ここが底面ならこれが高さやし、みたいな、そういう見方をするんですね。
例えばこれ六角柱ですが、ここが底面なら、ここが底面なら、ここが高さっていうね、こう積み重ねていった部分が高さになる。OK でしょうか。以上のことを踏まえれば今回も楽勝やと思います。特にカッコ1はね、立体の名称を答えようということで、名前を答えるだけなんで、もう簡単ですよね。1も2も3も、あ、底面、ここが積み重なっていってるなっていう見方をすればもう終わりです。こういう風に、底面が積み重なってできた立体のことを柱、柱っていうんで、じゃあ1番、あとは底面の形がどうなってるかっていうと、底面は1、2、3、角が3つあるんで三角柱になるよと。丸2で言うと、1、2、3、4、5、6、底面はね、六角形なので、これが積み重なってできてるんで六角柱だよと。3番に至っては円が積み重なってできてるんで円柱って言うんだよ。っていう、ただそれだけなんですね。OK でしょうか。ということで、ね、今回は角柱や円柱とは種類と名前ありました。まあ、この名前の判断の仕方は楽勝やったと思います。だからあとはこの見方ですね。底面が積み重なってできたもの。それは柱って言うんだよと。そして底面の形で名前が決まるし、このね、底面、側面、高さっていうのが一体どこを表してるかっていうのも同じぐらい大事なことやったんですね。ここではこれを踏まえておきましょう。で、あとこの続きの動画としましては、この円柱とか角柱のね、面の切り口がどうなるかっていう、そこもね、このページの中に含まれてるんで、その次の動画、この面、角柱や円柱の面の切り口もね、ぜひぜひご覧になっていただければと思います。